オ,オオニカッコウはカッコ好目コウ科の鳥類の一種である。この種はオオ,オニカッコウ属の無式種である。オ,オオニカッコウは拓乱を行う種では最大種であり、カッコウ類でも最大種である。オ,オオニカッコウはオーストラリア、パプアニューギニア及びインドネシアに分布する。またニューカレドニアやニュージーランドで観察された例もある。この種は分布域内で移動を行う流鳥である。 種内には3亜種が確認されており、1亜種は渡り鳥、2亜種は低重性である。大鬼格好の生息地は亜熱帯雨林、熱帯雨林、亜熱帯マングローブ、熱帯マングローブに生息する。大鬼格好は IUCN によって、軽度懸念にランク付けされており、絶滅の危険性は低いとされている。大鬼格好は、大鬼格好属唯一の種であり、 1790年に鳥類学者のジョンラタムによって最初に記載された。この俗名は古代ギリシア語の、起こる不機嫌なという意味のスカスロ、及び、顔、目もしくは、顔つきという意味のオプスから来ている。この特別な通りなノービホランティはニューホランド、つまり、オーストラリアを意味する。この手話の3足が確認されている。大鬼格好は、 世界最大の格好類であり、体長は58から66センチメートル、体重は550から930グラムである。くちばしは、笑い色のチップのある灰色の2色をしている。くちばしは、大きく、わずかに湾曲しており、最長化のくちばしによく似ている。事実、この鳥は、時々最長化の一種として見誤られることがある。成長の羽は、頭部、胸部、腹部、 および背面は淡い灰色で腹部の方になるにつれ淡く模様がつく。翼は灰色で羽毛に褐色のブチが入る。また翼の先端に行くに従い濃い灰色となる。お葉は全体に灰色で先端に白色の帯、その白色の帯の上に濃い灰色の帯がある。足は黒色でアイリングは明るい赤色。力強く飛翔し、 多種と明確に区別でき、飛翔中のシルエットは、猛筋類のような十字型である。飛翔中の翼海蝶は、約1メートル。この種は、羽と大きさに、性的二りが見られ、メスはより小さいくちばしを持ち、色が淡く、腹部にはより縞模様がある。若鳥。翼の上面つらには、炭鉱色のブチが見られる。成長ではこのブチは、もっと暗い。 若鳥は成長に似ているが、翼には単行色のブチがあり、他の羽毛は淡い灰色ではなく、高褐色である。くちばしはより小さく、くすんだピンク色であり、目の周りの皮膚は赤色ではない。大鬼格好は、オーストラリアの北部及び東部、ニューギニア島、ビスマルク諸島及び、スラウェシ島西部までのインドネシア東部まで、広く分布する。この種は、ビスマルク諸島、 フローレス島及びスラウェシ島では流暢であり、他の地域では渡りを行う渡り鳥である。繁殖地は西オーストラリア州北西部から北部順州、クイーンズランド州、シドニー近くまでのニューサウスウェールズ州東部にかけてである。少数がビクトリア州の西部に来ることがあるが、そこでは繁殖は行わない。名庁はニュージーランドやニューカレドニアなどでも確認されている。 繁殖期後の3月から4月にかけて、オーストラリアの繁殖地からニューギニアやインドネシア越冬のために渡りを行う。ニューサウスウェールズ州で繁殖を行った鳥はより早い1月から3月にかけて移動を開始する。渡りは1、数羽の小さな群れで移動を行い、トレス海峡を渡る。ニューギニアを経て、ティモール島やモルッカ諸島に近い島々を経由する。 この種はニューギニアで一年中見られるが繁殖しているかどうかは知られていない。渡りを行うオオニカッコウは10月にオーストラリアへ戻り始める。繁殖期以外は小さな群れで生活する。飛翔中のオオニカッコウ昆虫類を捕食するカッコウ類としては珍しいが、近縁のオニカッコウ類と同様にオオニカッコウの食物の大部分は果実である。採食される果実には 一軸族、ユーカリ類の種、オーバヤやリギカの実、異乳種であるクロミグワなどが含まれる。また、甲虫類、鳥類、バッタなどの昆虫類、灰色ツチスドリ、ツチスドリ、クロガオミツス水などの鳥のヒナや、卵なども捕食する。時折群れで、稀に、メガネコーライウグイス、サンショウクイ類などの他の果実食の鳥類とともに、通常は大きな木の樹幹で採食する。 王鬼格好は、拓乱、つまり彼らの養生を彼ら自身で育てる代わりに、他の鳥の巣へ産卵することを行う。この種は、繁殖期の期間、ツガイを形成すると考えられている。繁殖行動はさえずりを行うほか、オスがメスへ、昆虫類のような食料をプレゼントする求愛求事が知られている。ツガイは宿主になる鳥の巣へ産卵するのを協力して行う。 つまり、メスが宿主の巣の中に入り込み、産卵する間、オスは宿主を挑発するためにモビングを行いながら、巣の上を飛翔する。オスが放乱している宿主である鳥を偽攻撃することにより、宿主である鳥を巣から立ち去らせ、その間に、メスが産卵を行う。宿主は場所によって様々であり、通常は、カラス類、笛ガラス類、モズガラス類、カササギ笛ガラス。 茶色葉やぶさ、赤い立ミなどである。異なったメスにより、一つの巣に複数の卵が拓卵されることがある。卵は、カラス類以外の笛ガラス類や、カサ笠サフ笛ガラスなどによく似ており、様々な色や模様があり、大きさは約 48mmX32mm、mm、である。これらは、赤褐色や高褐色からくすんだ白色で、濃褐色のブッチがある。 この種の放卵期間は知られていない。幼鳥は万成性であり、孵化直後は目が閉じており、羽毛が生え揃っていない。他の多くの格好類とは違い、大鬼格好の幼鳥は、縮主の卵や幼鳥を排除したりはしないが、稀に他の格好類の幼鳥と同じように給児される、餌を独占し、生き残る。幼鳥は4週間以内に羽毛が生え揃い、巣を去って木の枝るが、 幼鳥は巣立ち後も仮親に数週間、救治される。メディアを再生する、ラッシュクリーク、サウスイーストクイーンズランド、オーストラリア王鬼格好は、用心深くなかなか姿を見せず、また大きな鳴き声が、特徴的である。オーストラリア北部においては、ウッキと共に、渡りが始まり、そのために、一般的に呼ばれる名前としては、ストームバードや、フラット、バード、 レーンバードなどが挙げられる。また、果実食の習性と、猛禽類のような飛翔中のシルエットにより、フィグホークとしても知られるようになっている。大鬼格好は、人間活動により絶滅の危機にあるとは考えられておらず、IUCN の軽度懸念に分類されている。この結果、人間活動から利益を得ている。つまり、宿主になる鳥類が、 オーストラリアの都市部周辺の庭園の大規模な植栽によって増加したために、オーストラリア鬼格好などとともに、これらの種の分布域の数箇所で個体数が増加している。ありがとうございます。